ランダル・ハーワード、ランド・ポールは、アメリカ合衆国の政治家、眼界、ケンタッキー選出のアメリカ合衆国上院議員。所属政党は、共和党。父は、リバタリアンとして知られ、共和党のアメリカ合衆国大統領予備選挙に、何度も出馬した、元アメリカ合衆国下院議員のロン・ポールである。茶会の支持が厚い保守派で、父のリバタリアン的要素も受け継いでいる。 ケリー・アシュビー・ポール夫人のとの間に3人の子供がいる。1963年1月7日に、ペンシルベニア州ピッツバーグに誕生し、テキサス州レイク・ジャクソンで育つ。ロニー、ローリ、ロバート、ジョイの4人の兄弟がいる。ランド・ポールは、ベーラー大学に進学後、父親、ロン・ポールの母校でもある、デューク大学に通い、医学部で、医学博士を習得した。 その後は、ジョージア州アトランタにある、バプテスト医療センターで、手術の研究生となる。その保ンタッキー州に渡り、1991年に、ケリー・アシュビーと結婚、3人の子供を設ける。デューク大学での眼科の研修期間を終えると、妻子の家族と共に、ケンタッキー州、ボーリンググリーンに移り住み、眼科医として、眼科の診察所を開業する。奉仕団体、 ライオンズクラブの一員でもあったことから、1995年には南部ケンタッキーライオンズ眼科を設立した。プログラムを通じて発展途上国の貧しい子どもたちのために取り組んだ無料の眼科手術が評価され、ライオンズクラブ国際協会でも表彰された。1994年にケンタッキー州議会の課税と支出の問題を追求するための監視団体、 ケンタッキータックスペイアーズユナイテッドを設立すると同団体が2000年に解散されるまで委員長を務め政治参画の背景には共和党員として下院選や大統領予備選に出馬していた父親、ロンポールの影響もあった。父親に代わって選挙遊説を行い小さな政府の主張を取り入れたスピーチを披露したこともある。上院選を控えて 街頭演説を行うランドポール上院選の選挙運動で支持者と握手を交わすランドポール2008年9月に世界的金融危機が発生したことをきっかけにケンタッキー州から全国的に広がった反税運動のティーパーティー運動で政治活動に取り組み始める。ボストン茶会事件の記念日である2009年12月26日、ケンタッキー州選出の連邦上院議員ジム。 バニングの引退により空席となった議席の獲得を目指して、直上院選に出馬することを宣言した。共和党予備選では、ケンタッキー州国務長官トレー、グレイソンと対決することとなった。対抗馬のグレイソンは、ミッチ・マコーネルや、ルドルフ・ジュリアーニ、デック・チェーニーや、リック・サントラムなど共和党の著名人から指示を受け、ポールは党職選を強いられていた。しかし、 草の根キャンペーンで選挙戦を進め、保守派に強い影響力がある、フォーカス・オン・ザ・ファミリーのジェームス・ドブソンや、ホーブス氏のスティーブ・フォーブス、サラ・ペイリンらの支持を得て、逆転勝利し、共和党の指名を勝ち取った。その後の本選挙では、人口妊娠中絶に関する、連邦上での禁止、減税や小さな政府などの保守的な方針を主張し、民主党の大統領バラク・オバマを批判した。 2010年11月2日、民主党候補のケンタッキー州司法長官、ジャック・コンウェイに勝利し、連邦上院議員に初当選する。社会から指示を受けた他候補の当選同様、ポールの勝利は大きな勝利と評された。上院議員就任後は、連邦政府の債務を削減する社会保障給付をカットし、アメリカが州国環境保護庁によって作成された。 企業の規制を持ち上げるなど、保守的、リバタリアニズム的な政策を推し進めている。2012年アメリカが衆国大統領選挙で、ミッド・ロムニーが共和党の指名を勝ち取ると、指名争いに出馬していた父親、ロンポールが、ロムニーの支持に回らなかったのとは、対照的に、ロムニーへの支持を表明した。2015年4月7日、 2016年、アメリカ合衆国大統領選挙の共和党、指名争いへの出馬を表明した。2016年2月3日、アイオワ州党委員集会の結果を受けて、指名争いから撤退する。共和党に属するが、第43代大統領ジョージ・ W ・ブッシュや、連邦上院議員ジョン・マケインなどの系譜に連なる、介入主義者の議員たちとは、政治上の立場がかなり異なる。 ありがとうございます。